やれやれ、どうせまたいきなり襲撃してくるだろうからと思ってたんだけど、まさかこんな形で地の利を潰されるとはね。すでに遮魂幕の内側にいたのだ。いらっしゃい、貴重な情報をどうも。ステルンリッターグランドマスターユーグラム・ハッシュバルト、後帝十三隊総隊長、一番隊隊長狂楽春水だ。千年待った戦いを楽しもうって気はないのかい。陛下は平和を愛するお方、故に下される命令は一つ、瞬時に敵全軍を殲滅せよ。なるほど。クインシーの力の侵入を一時的にですが完全に断つ防壁です。一番隊副隊長補佐伊勢七尾か、君の作った軌道か。このくらいの軌道を作ることはわけもありません。精霊帝中に霊圧の痕跡をばらまいたのは失敗でしたね。こうじろと言っているようなものです。もう一つ質問しよう。この術を他の隊長たちは使えるのか。いいえ、術を完成させて終わるのではなく、使えるものになるまで洗練させるべきだ。そうすれば処刑ではなく戦いの中で死ねただろう。